え今日は人間は満足することができるのか。かわいそうな人たちいるんですよ。<laughs> かわいそうな人たちはですね、第一にアングロサクソンですね。アングロサクソンってのはほんとかわいそうですよ、まあ。イギリス人、アメリカ人が主にアングロサクソンなんですけど。まあ、イギリス人は1500年ぐらいからもう努力に努力を重ねてですね、イギリス人ですよ。最初はまだスペインとかそういうのは強かったですから、まあ、それに対する海賊行為をやったわけですね。 自分たちは正面から戦ったら負けるから、海賊でスペインとかポルトガルの商船をですね、バーッと襲ってですね、全部取っていくっていうね、そういう国際犯罪団体を作ったわけです。これがあの、えー、イギリス人ですね。だからイギリス人ってもともと犯罪人なんですよ。<laughs> それでね、犯罪人で七つの海を支配してね、わずか三千万人いたかな、あの頃。 え、それで、まあ、インドとかですね、まあ、大きな国を、とか、アフリカずーっと、エジプトぐらいから南アフリカまで、南北にずーっと占領してですね。もう大変だったんですよ。それを維持するのはね。だけど、彼らはなんでそんなことしたかってイギリスで十分に住めるんですよ。イギリスの島で十分に住めるんです。だけど、貧乏根性なんですよ。満足しないんですよ、貧乏根性だから。 満足というものを知らないんですね、イギリス人は。知らなかったんですよ、かつて、えー。15世紀、16世紀、17世紀とね、もうとにかく貧乏根性なんですよ。なんか取らなきゃいけない、取らなきゃいけない。人のものを取らなきゃいけない。まあ、アマゾンの州長がね、なんで人のものを欲しがるんだって言ってるのは、本当そう思うんですね。それがアメリカに病気が移ってですね、貧乏病がアメリカに移ってですね、1850年以来、今度アメリカがですね、 もうアメリカの大地って言ったら、イギリスだったらまだ議論がありますよ。えー、土地がね、いつも曇ってじゃないかとか、荒野が多いじゃないかなんて、工作に適したところが少ないとか、いろいろね、ケチをつければつくんですけど、アメリカとなったらですね、もう最初にアメリカに移住してですね、1850年までにアメリカの今の合衆国を手に入れたアメリカ人はですね、もう人口は少ないし、えー、もうミッシピ川はありますしね、平野は広いし、 牛もいっぱいいるしね。飼えるしね。悠々たる生活なんですよ。石油はいくらでもありましたしね。まあ、その頃あまり石油、まだ使えませんけどね。えー、もう本当にもうランバインダストリーっていうか森林なんかものすごく多かったですから。木材なんかも豊富にありましたしね。ところが貧乏根性なんですよ。それで、月、もうも、1900年ぐらいからね、もうスペインと戦争する、日本と戦争する、 ああ、もうアフガニスタンには行くわね、ベトナムに行くわ。もう、とにかく貧乏で、俺たち貧乏だ、俺たち貧乏だって満足することを知らないんですよ。<laughs> 満足という言葉を知らないんです。現在のアメリカもそうですよ。まだ満足っていう言葉を知らないんですよ。だけども、そろそろね、俺たちは変な人種じゃないかと、満足を知らないんじゃないかってこう思ってるでしょうね。まあ、満足を知らないって言ったらアメリカ、ロシア、 まあ、ロシアはね、このウラル山脈よりか、西の方が本当はロシアなんですけど、それをずーっと東に来て、ウラジオストクまで来てね、ウラジオストクでさらに東方を征服する街なんて名前つけてですね、<laughs> 日露戦争までやって、こっぴらくひどい目に遭って、それでやめちゃったんですけどね。あと中国でしょうね。まあ、中国は中華思想とか言って、俺がアジアの中心だなんて言ってて、 中国人は戦った相手はアジア人しか戦いません。え <laughs> まあ、一回アヘン戦争つってイギリスにコピードキやられましたけどね。白人、自分よりか強いのには絶対争い、あの、戦いを挑まないですよ。中国人ってね、その点ね、やっぱり僕中国の人にね、ちょっとお説教したいんですけどね。大体ね、自分よりか弱い人を選んで戦うのが一番卑劣なんですよ。 だからね、チベットとかウェイグルとかですね、内モンゴルとか、ま、まあ、満州もそうですね、今の中国から見れば外国です。まあ、ベトナムは強かったから、3回も侵略して全部負けて帰ってきたんですけどね。まあね、自分よりか弱いと見ると戦いを挑むっていうほど卑劣なものはないんで、アメリカもロシアもそういうところあるんですよ。ロシアだってシベリアに行った時ね、シベリアには大体アジア系民族が住んでたんですけど、 まあ、軍隊行くわけですよ。そして、2万ぐらいのね、2万か1万ぐらいの都市をね、あの、攻撃して、全滅ですよ。おばあちゃんだろう、あなたらが全部殺すんですね。まあ、そういう、その、人間としても、尊敬できない人たち。これはアメリカ、イギリス、ロシア、えー、中国ですね。この人たちは絶対尊敬しちゃいけません。どんなに偉い学者でも、どんなに偉い芸術家でも、 下げすまなきゃダメですね。奴らは我々とは全然違うと。まああの、フランス、ドイツはちょっと考えなきゃいけないですね。えー、フランスはナポレオンの時にわーっと拡大しましたけど、あれはちょっとあの、ナポレオン、こう、封鎖同盟みたいなのができましたから、7カ国かそれに対する反発っていう意味がある。ドイツもまあみんなからわーっていじめられて、わーっと反発した意味があるんでね。まあちょっと日本にもちょっと似てるんですね。日本の大東亜戦争ってのは、 この、四国同盟でガーッと、あの、圧迫されましてね。それで、嫌だっつって跳ね、跳ねたっていう。そういうところはありますけど、自分たちで、周りから攻められないのに、外に出たっていう、その、貧乏根性。は、やっぱり、民族としては、モンゴル、イタリア、イギリス、アメリカっていうところが、まあ、主たるところでしょうね。アラブを入れてもいいけど、ちょっと無理があるかと思いますね。 で、我々、こう、満足して生きてきたという民族は、小さいところは別にしますと、例えば、インド、日本、こういうとこが代表的ですね。えー、十分に強い国でありながら、外に出ないと。まあ、日本なんかはもう、トヨタ・ミドシとか、まあ、徳川家康なんかの時にね、もしも日本人が、イギリス人とか、ロシア人、中国人みたいにいじきたなかったらね、もちろんフィリピンとかインドネシア全部、 領有してますよ。ええー。あの、要するに海洋国ですからね。まあ、船で行ってフィリピンとかインドネシアを占領するってことは十分できました。えー、っと、その証拠って言ったらですね、スペインは非常に簡単にフィリピンを占領しましたけど、えー、それでフィリッペ2世だったかな。フィリッペっていう名前を取ってフィリピンにしたぐらいの、まあ強引なことをしたわけですね。オランダもインドネシアを占領しましたけどね。 まあ、当時のスペインとかオランダ、まあ、スペインが一番強かったですけど、そのスペインですら、日本にフランシスコ・ザービエルを派遣して、なんとか日本を占領しようと思ったけど、できなかったんですね。日本は、その頃ですね、1500年ぐらいの時、全ヨーロッパが持ってる鉄砲の数とほぼ同じ数の鉄砲を、だいたい持ってたわけですから。だから、なかなかそれは難しいですよ。だけど、そういう軍事力があっても、あの、日本には貧乏根性なかったんですね。 日本人は満足することができるんですね。それがあの、官様ですよ。まあ、典型的には良感様。良感様っていうのはお坊さんではありましたけど、えー、新潟にですね、六畳一間だったかな。いよりを作ってですね、そこで毎日満足してニコニコしながら過ごしたんですね。で、子供たちが遊んでるとこに行ってですね、一緒に遊んで、そして夕方になったら帰ってお茶をすすって、 まあ、どなたか持ってきてくれたご飯を食べて、そして本当に満足した人生を送ったわけですね。まあ、日本人っていうのはですね、満足できる人種っていうか文明なんですね。ああ、私もですね、実は私のことなんか言うのは恥ずかしいんですけど、32の時ね、気がついたことがありましてね、それまで、自分は武田国彦っていうのが生きてると思ったんですよ。思ってたんですよ。 自分がしたいと思うことをして、まあ大学も一生懸命勉強して入って、えー、まあ私は最初会社に入りました。体弱くてですね。それで会社に入って一生懸命やって、自分の人生を歩いてると思ってたんですよ、実は。<laughs> ところが、まあ何度も言いましたので、私のことを長く知ってる人はよく知ってるんですけども、32歳の時にね、ある市長に行った時に、いや、僕は自分はおかしな人間だと思ったんですよ。だって希望する大学に入ったのに、 講義が休みになると喜ぶ。つまり休校を引っ込んだりね。それからまあ、まあまあ希望の会社に入ったのに、会社が休みになると喜ぶとかね。一体自分何やってんだろうか、と思ったわけですね。自分っていうのがないんじゃないかと。<laughs> 世間的にこれがいいと。あの、働くよりか休むのがいいって言ったら、それに頭が凝り固まってですね、休むのがいいと。ね。 だからそんなに別に大学が休校になったら喜ぶんだったらその大学行かなきゃいいじゃないか。他の大学行けばね。もっと楽なんだから。あの会社にせっかく希望して入ったってその会社が休みになったら喜ぶんだったら仕事しなければいいじゃないか。家にいたらいいじゃないか。それからいろんなことがありました。食べ物もね。僕は自分の好きな食べ物あるんだけど値段見ちゃうんですよ。それでなんかポケットにお金があってね。 より高いけど、あんまり自分が好きじゃないというものがあっても高いからそれを食べると。<laughs> だから、一体自分じゃ何なんだと、こう思ってね。それ気がついたの32歳でしたね。もう本当にこう、晴天の積暦だったかな。何しろ、ああっていう間に分かったんですよ。ああ自分は自分の人生起きてないなと思って。それから自分が他人に迷惑かかんない程度には自分のしたいことをしよう。 ええ、あ仕事がしたいんだったら別に会社に行くのは嫌じゃない。サンマが好きだったらサンマを食べる。その頃サンマ安かったですから。サンマを食べたい。ね。自分の思う通りしてみよう。それで40まで自分の思う通りしました。だん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 訓練しました。どうしても最初はね、あの、食べ物焼くと値段見ちゃうんですよ、こうやって。<laughs> 320円だな。こっちは400円だなって言ってね。それを見なくなりました。 財布を持つのをやめてね、裸でお金入れましてね。亡くなったらもう貧乏生活すると。まあいう風にしましたらね。実は私の性格があるんでしょうから、これ皆さんにはお勧めできませんが、好き放題やって余るんですよ、お小遣いが <laughs> それ、あれ今までは余らなかったんですよ、それまでは。ポケットにあるお金を計算しながら生活してる時は余らなかったんですよ。変ですね、人間って。 お金を意識しながら生活してると、給料いっぱいいっぱい使ってたんですよ。それはそんなに給料高くないですからね、その頃は。給料いっぱいいっぱい、まあ貯金は少ししてましたけど、貯金を除いた給料いっぱいいっぱいを使ってた。それはお金を頭の中に入れながら使うから、どうしてもそうなるんですね。ところがもうその32歳で、あ、俺は自分の人生を送りたいと。もちろん家族はもちろん大切にしたけど、結婚した限りはもうその時結婚してました。 結婚した限りは家族には不自由をさせたくない。まあ、僕が言ったのは、お寿司食べたいんだったらいつでも食べていいよ。とね。買いたいものがあったらいつでも買っていいよ。とだけど、その分だけは僕頑張るからってね。まあ、あの、私がその頃は働いて、それでとにかく家族に不満のないようにしたいという気持ちはありましたね。だけど、まあ、女の人で浪費癖のある女の人もいますけどね。 日本人の奥さんっていうのは大体はシマリアさんなんですよ。ちゃんと計算してね、節約するべき時は節約して、お菓子一つもね、そのうち食べないで捨てちゃうなんてことはしないで、えー、一応そのお菓子はあったら食べるっていうね。まあそういうような、こうちゃんとしたところが日本のご婦人っていうのはあるんですね。ですからまあ僕はまあ全部家に入れて、それでお小遣いもらって生活するっていう生活をしてました。やっぱりまあ、 僕の年代の男はね、やっぱそれが正常でした。別にあの、決 <laughs> まってるわけじゃなくて、もう俺は家族のためにはちゃんと気持ちいい思いはさせないんだと。もう楽に人生を送ってもらうんだっていう気持ちがすごく強かったですね。だけど残った、残ったっていうかお小遣いは僕もいただいておりましてね。それで、それが自分が稼いだ金なんてそんな危機なことはね、僕らの年代はなかったんですよ。 男はもうそうするもんだって国思ってましたからね。ですからまあ全然何の苦痛もありませんでした。そしたら余るんですよ。<laughs> 実にね、まあ具体的なことを忘れましたけどね、5万円だったような気がするんですよ、お小遣いは。そうするとね、お小遣いが5万円でお金のこと考えながら食べてた時は5万円なくなっちゃうんです。ところがお金のこと関係なく自分のやりたいようにやろうと思ったら4万5千円とかね、そんなになっちゃうんですよ。不思議なもんですよね。 そして40になった時は、40歳ですね、僕が、あの、そういうふうになったの。満足した生活ができるようになったんです。私はですね、あの、研究したりね、それから、あの、知識欲がすごく強いんで、なんか調べたり、まあ関係ないことだって面白いんですよね。まあ昨日話した、人間は利己的か利他的なかな僕の専門の物理とは違うんですけども、まあそれで僕はいろんなところに興味があったんで、 後に美術大学の講師なんかや、20年もやったりしてね。<laughs> そういうことになったんですけどね。まあその非常にこう音楽も好きだし、スポーツも好きだし、それから歴史も好きだしですね。まあそういうものがみんな好きで、えー、それで一生懸命勉強したのは科学でもそうですね。武田は医者じゃないのって言うけど、僕はね、医者と同じぐらい医学書を読んでると思いますよ。<laughs> もうすごく面白いんですよ。人体って面白いですからね。だから、 私の研究の一部は人体的な研究があるんですね。例えば、癌へ心肢の研究とかですね。それから人体の細胞の劣化の研究とかね。まあそういうのをやったり、血液の流れの研究とかね。まあそういうのをこうやってたわけですけども、そういったものは僕のこうあの、なんか興味の広さですね。40の時から満足した生活を僕は送っておりまして。で、あの、給料がそんな高いわけじゃないけど、まあ世の中の平均から見たら高かったでしょうね。だけど、 やっぱりもう自分は全然あのお金に困らなかったですね。えー、この前なんか、僕をいつも避難する人が、武田はあの地上波に出れなくなって、金が困ったったら全然困ってないです。私ね、あの50歳で会社から大学に行ったのね、給料がちょうど3分の2になったんですよ。でもびっくりしちゃってですね、これはもうタクシーなんか絶対乗れないから、バスを習得しようと思って、バスの時刻表なんかを まあ300円くらいで買ってですね。それでどっからどこまで行くときはバス乗ろうとかね。いや、なかなかいいバスがあるんですよ。新橋から渋谷なんてね、誰もバス乗らないですけど、あそこはね、一番っていう、都営一番線つながってですね。ものすごくしょっちゅう来るんですよ。もう5分に1本ぐらい。まあ、当時ね。今どうだうかわかんない。ピアーって行けるんですね。まあそういうのを勉強したりしまして。だけども、実際はですね、僕は3分の2以下だったんですね。 つまり給料は3分の2になったけども、自分の生活変わんなかったんですよ、実は。<laughs> 特にバスに乗んなくてもよかったんです。だからまあ、それからずっとね、満足な生活を送ってきました。満足というのを知ることができた。これやっぱり日本人だったからですね。で、今でもね、もう全然満足してます。もう住宅も全然、あの、不満ありません。全然不満ありませんね。え。何にも全く不満ありません。<laughs> それで生活してます。 やっぱり人間は満足することができるかどうかっていうその力ね。その人間の力が僕大切だと思うんですよ。満足じゃないとね、いつまでもね。まああの、小泉さんの内閣の時みたいにね。とにかく金をもアメリカ人、イギリス人になっちゃいますから。本当に悲しい人生になりますよ。ねえ。だけど僕は今、まあちょっと広いけど、えー、自分としては広いですけど、八条のね。 ところに自分のベッドやら机やらあって、それでちょっと外を見ながら仕事をするともう全然満足ですよ。もう、これ以上幸福なことはないっていうぐらいの人生を送ってます。それからね、あの、時々いろいろ神田あたりの飲み屋に飲み仲間と行くんですけども、どん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 安いところになっちゃって飲み仲間の人に申し訳ないんですけどね。どうしても私そういう風になっちゃうんですね。 だからまあ洋服なんかも買えばね、今の洋服は随分持ちますしね。またあの安いし <laughs>。もう全然、僕これ、このシャツなんかすごい気に入ってるんですけど、気に入ったシャツね、着てすぐ洗濯できますし、すぐ乾きますしね。本当に楽な人生です。ちょっと今日時間になっちゃったんで終わりますけど、人間は満足することができるのか満足することができます。満足する。 一人一人の国民。満足した国家。これを作ればね、戦争もなくなりますし、いがみ合いもなくなるし、まあ、サンセットみたいにね、人に嘘ついてねあ、自分だけがいい思いしようとかいう人もいなくなります。本当にいい。もうサンセットにも入ってる人すぐやめた方がいいですよ。そうしないと、ずっと嫌な思いをして人生を送らなきゃいけませんね。まあ、そう思いますので、まあ、僕も失敗しましたけど。 え、またやり直そうというふうに思っておりますし、まあもう、1年になりましたからね。えー、ああいうそのなんか嘘をついても自分だけが良くしようとかね。そういう満足できない貧弱な人生は送りたくないと。こう思いますね。ちょっと今日長くなって失礼いたしました。